マリー・アントワネットはハプスブルク家の出身で、1755年神聖ローマ皇帝のフランツ1世とオーストリア大公であるマリア・テレジアの間に誕生。15番目の子供であったアントワネットは幼い頃をオーストリアのウィーンにあるシェーンブルン宮殿で過ごした。そんな彼女は政略結婚によってフランスのブルボン王朝、後のルイ16世と結婚することになり、14歳でフランスへ。アントワネットがヴェルサイユ宮殿に到着してすぐ宮殿内の礼拝堂で結婚式が行われた。結婚式は5月16日のことだったが、祝宴は5月30日まで続くなど、パリ市民も最初は彼女に対して好意的であったとされている。しかし派手な服や髪型の追求、還暦や舞踏会などにばかり熱心で、公務にはあまり力を入れない彼女の様子が分かってくると、だんだんと人々の評価は落ちていき、母のマリア・テレジアが彼女へ忠告の手紙を送るほどだった。結婚から5年後、ルイ15世が亡くなったため、王太子が正式にルイ16世となり、アントワネットは19歳で王妃となった。フランス革命が起こると、アントワネットら王家はタンブル島に幽閉され、最後はギロチン刑に処された。